はい、こんにちは、ピカですけどね、 PS5、Xbox、そしてゲーミング PC ね、比較っていうのをやっていきたいと思います。何がどんな感じなんだろうっていうのをアセットコルサコンペツオーネでやっていきたいと思います。そしてね、なんとこの画面すごくない？これ何がすごいって、これ編集じゃないからね、リアルタイムで全部動かしてるっていうね。こんなね、コントローラーあって、これでねピコってやると PS5 動くよ。ほら、スタートしますねはい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 、こんなになってますよ、ね、これが Xbox ちゃんですよ、ね、ほら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 、ね、全部同じ画面になったじゃん。そしてこのマウスがですね、これですよ。はい、ということでね、今日はねこれを比べていきたいと思います。ということで、シングルプレイヤー比べていこう。シングルプレイヤーでねやっていきましょうこれ操作がめんどくさくね、操作結構めんどくさいなこれ。はい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 、プラクティスにする。プラクティス、はい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 、全部プラクティス。同じ絵、ドイツ、ニュルブルクリンク、そして車も揃えていくと。ランボルギーニ、古いランボルギーニだね、古いランボルギーニ、新しいランボルギーニ揃わないぞこれ。エボ19年モデル、エボ19年、あれ合ってんな、合ってるけどチームが違う。はい、これでこういうことだなこれでこういうことだ。ほら、どっちがスムーズ、プレイステーションと、どっちがスムーズなんだろう、PC、どれがスムーズですか。ちょっと一個一個ね、アップっていうパターンもあるので、こっちのマウスでねこれを切り替えると、はい、これが Xbox ですね。 Xbox どうすか、ちょっと一周させる、こんな感じのスムーズさ、光具合よーく見て。はい、次これが PC ですね。 PC のこんな感じ、こんな感じ。まず画質揃えなきゃダメだよな、そういうのやっていかなきゃいけないね。エピックにしとこうか、3090の SLI ですねこれね。これでやるとさすがに PC の方が綺麗か、早く動かせないんだよな、動かないな、キーボードだと。これがPS5 注目はこれとこれだよな。これが PS5、 Xbox どうすか。 PS5、 PS5 の方がちょっとテカリ方が綺麗。あー、そうでもないな、同じぐらい回り方がスムーズ、なんとなくなんとなく Xbox はちょっと綺麗なんじゃないかっていうねイメージがありますね。はい、そして PC が自動的に回らないから、やっぱり PC ちょっと綺麗か、PC ちょっと綺麗じゃね、さすがに値段違いすぎるよな。このキラーって光るあたりのこのぐらいのとこ、このぐらいのとこ、このここが光るところ、 Xbox もここが光るところ、どうすか。なんかね、Xbox ちょっとさちょっとアップじゃねあれ、これアップにできるんだ、どこで、どっかでアップにできるんだろうこれ。あ、こういうことか、難しい。まあここだとちょっと甲をつつけがたい感じだな。それじゃあちょっとね、これでプレイ画面に行ってみよう。はい、じゃあねやっていきたいと思いますが、まずはロード時間比べてみようかね。これでちょっと
待ってね、映ってないけど、いくよ、いいね、ボタンは、せーの、ポチ。一応同時に押したはずだけど、お、XBOX 早い。続きまして PS5 そして PC と来るか、いやちょっと順番逆だったかもしれんな、これが赤がつかなかったから。え、なに意外や意外、マジで XBOX 早くね、 XBOX 早くない、びっくりしたな今。え、そうなの、なんか PS4 すげえ早いみたいなこと言ってたけど、ロード時間 XBOX が早いという事実で、PC の方と、なんか画質がやっぱ PS5 と若干違うね。あ、やっぱりこうあれだね、このデモ画面の流れる順番だから XBOX が最初に切り替わります。次、そう、 PC と PS5 が同じぐらいだね。この PC ね、普段使ってる PC とは違って、普段は4090のちょっとね、次の世代の SSD が入ってるやつがあるんで、多分そっちだとおそらく XBOX よりも早いかなっていう感じですけどね。すごいな、え、ロードで XBOX のが早いって、いや、それはびっくりしたわ。はい、じゃあそれじゃあスタートの絵柄ね、スタートの絵柄に早く切り替わるのはどれ、せーの、ポチ。 これはちょっとなんか、まあ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 微妙だな。まず何からやっていく、まずは XBOX からやっていこうか、コントローラーでね。いいじゃん、コントローラーでやってますけどね、まあコントローラーでも十分できるよね。こんな感じ、こんな感じね。はい、次 PS5 やっていきたいと思います。どう？あー、まあ絵的にこれもマジでこう続けがたいよな。なこれ分からなくね。はい、それじゃあね、次 PC でやっていきたいと思います。 PC だけハンコンでやってるっていうね。やっぱハンコン大事だな。まあできなくはないけど、ハンコンあると何かある程度結論出ちゃったんだけど、もう何かそこじゃねえわっていう、プラットフォームじゃねえわこれ、コントローラーでやるかハンコンでやるかの違いだわっていうね。もう何かちょっと違うかとか関係ないわ、何が違うかじゃないわ、もうハンコンになった途端に全然違う、別ゲー、すげえ、いや PC だからとかじゃねえよこれも。ちょっともう笑いすぎてちょっと
これはね、これはダメだね。ハンコン神だな。ハンコン神。うん。もう早々に結論出ちゃってるけどさ、これ。大丈夫かこれ。こんな結論でいいの？これだってインチキだもん。あのね、もうなんか筐体とかディスプレイとかどうでもいいな。何でやるかじゃない。とにかくハンコンでやるっていうことが大事だなこれ。いやすげえなハンコン。もう途端に実写だもん。はい、もう一回ちょっと。あいた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 。あーやっぱね、ハンドルのフィードバックがあるかないかだな。あーまずハンコン。まあまあでもこれもこれで。まあそれ言い出したらな、身も蓋もないからな。もう蓋もないからな。ちょっと PS5 ね。はい、次 PS5。 うん、そういう意味で言うとやっぱコントローラーがなんか大事。うん、やっぱりちょっとこの PS5 のコントローラーの方が若干ね、一枚上手っぽい感じがする。やっぱこの振動とこのトリガーね、アダプティブなんだっけ、アクティブトリガーなんだろうな、これわかんない、名前がわかんないけど、硬くなったり柔らかくなったりする、これも大事だね。もちろんその乗ってる感じしてきたもん。まあだからの慣れも大事だけど、乗ってる感じする。いや待てよ待てよ待てよ、もうハンコンはやらない、やらないわ、ハンコンやらねえわ、ハンコンやっちゃダメだわ、ハンコンやったらもうなんか話が変わっちゃうわ。あーでも慣れてくるもんな、もう。あーちょっと、なるほどね、なるほどね。これステアリングが若干入ってんのか、これステアリングがシート入ってんな。いや入ってないな。ん？アシストスタビリコントロールオフだもんな。リミッターライトワイパーでもなんかカウンターが自動で当たるな、これ。オートカウンターが、あ、これだ。ステアリングアシストがオンになってる。これを無効にしよう。ちょっと待って、またね、一緒にして比べろよって話になるか。当然だよね、当たり前だよね。そこが難しいんだよね。あ、こっちもオンになってた。でもなんか PS の方のオンの方がいいフィーリングだったな。もうね、ちょっと動かすところ、これがちょっとがね、結構大きく動いちゃうんだ。なんかね、デフォルトのセットだとちょっとが大きいんだわ。デッドゾーンなし、ステアリングフィルターでしょ。この辺の設定が違うってこと。オプションのコントロール、80の70のガンマーが3、80の70のガンマーガ3。ああ、同じなんだね。同じじゃん。でも、なんか、初期が Xbox の方がきつい感じがするね。なので、ガンマーを多分、
ガンマが緩やかにした方がいい。半分にしてみる。これでどうだ。うん、いいね。あーでもまだこの辺、この辺、この辺のハンドルが止まった方が分かりやすいが、この辺の操作が、この辺の操作が、いやーまあ、うん、いやストローク量もそんな変わんないのにね。なんだろう、初期がまあ設定でなんとかなる範囲だな。こんな感じ、こんな感じ。すげえ運転しづらい。ちょっと待て、ちょっと待て、ガンマ逆か。ガンマ 3.4 ぐらいにしてみる。あー逆だね、より敏感にしてたわ。あーこれやりやすいわ。ガンマすげえ大事。ちょっと曲げた時にほら、ちょっと曲がるじゃん。難しい。さあいい感じになってきたぞ。でもガンマいじるとな、ちょっとなんか奥が今度は、まあ、初期が柔らかいっていうか、すごいソフトなハンドリングになるんだけど、ちょっと曲げられるんだけど、奥がこう急激に当たるって、まあガンマってそういうもんだからね。でも PS の方は比較的こう、もう気のせいか、同じか。こんな感じ。こんな感じ。うわーわー、流れ回る。難しい。いやーどっちも同じぐらい難しいなこれ。ガンマとかそういう話、うーん、難しい。難しい。はい、ということでね、単独走行でねやってきましたけど、ちょっと次ねいっぱい車を出してどれがカクつくかっていうのをやってみたいんだけど、負荷テストみたいなね。まあ単独走行の結果から言うと、やっぱハンコンがいいねっていうね、わけわかんない結論になってるけどね。でやっぱりこう、どっちがコントローラーとして優秀かっていうと、ちょっとやっぱりこの、PS5 の方がこのギミックがね、硬くなるっていうギミックが入ってる分リアルだし、こうなんだろうな、ちょっと曲げた時の感じが、まあ、これはでも慣れだろうな、慣れだと思いますね、スティックはね。じゃあちょっとね、そのいっぱい車を出してどうなるか、これやってみよう。よし、これでもう一回労働時間をもう一度ね測ってみましょう。いくぞ。
ボタン間違えないで、せーの、ポチ。ああ。PS。あ、やっぱプレイステーションだけ遅いな。なんでだろう。内蔵ディスクに入ってるはずだけどね。それでは、やっていこうか。まあちょっと、全部一回やってみる。全部。リリース開始。あれ ?Xbox だけ最前列になってるわ。一台ずつやっていこう。ロード時間は分かったから。これちょっと待った。これ操作できないもん。俺が操作できないとさ、カクついてるかどうかとか分かんねえよな。分かんねえよな、これ。Xbox からやっていこう。じゃあ、クイックレースで。これでね、カクつかなければ OK。さあ行くぞ。いいじゃんいいじゃん。どうすか、カクつき。手な具合でちょっと突っ込んでみるっていうのをやっても、まあこのぐらいだね。次はプレイステーション行ってみよう。意外だよね、プレイステーションのロード時間が長いっていうのがすごい意外だったんだけど。さあプレイステーション、どっちが綺麗？まあこれ分かんないよね。どっち、これ表示させてなかったらさ、分かんないレベルだよな。行くぜ。スタートがうまくなっております。ちょっとのぺっとしてるか、どう、ちょっと、あそっち向いたら分からん、分からねえ。え、どう、なんか、カクつきとかはないけど、なんだろうな、ちょっと車がのぺっとしてるかな。どうすか、皆さんにはどう映ってますか。なんとも言えんね。なんとも言えん。さあじゃあ次ね、 PC の方をやっていこう。 PC はハンコンだからちょっと向こう行かなきゃいけない。あっちに行かなきゃいけない。よし、ちょっと待って、ちょっと待って、早く、早く、早く、いや、ちょっと待って、これ見えない、見えない、ちょっと待って、いろいろあるんだ、いろいろあるんだ、待ってくれ、待ってくれ、待ってくれ、画面が出てないんだ、あっちに、これをこっちに持っていくしかない、よいしょ、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょ、みんな、スタート待ってくれ、よいしょ、よいしょ。
筐体がモーションしてやがる。え、速度が。ハンコン、やっぱハンコンいいな。めちゃくちゃいいハンコン。このほら、スムーズなハンドリング。このスムーズな、もうピタッてつけるしさ。あああああ、前が見えなかった。ピッタリつきすぎて、はいっていうね。わかんねえこれじゃっていうね。いやでもハンコンがやばいな。ハンコンがめちゃくちゃいい。怒られそう。いやいや本当に正直、いやだからこれディスプレイがさ、 OBS の録画画面見てね、いろいろあって OBS の録画画面見て、ちっちゃい録画画面だからこれ運転できねえんだよ。運転できねえんだよこれ。ちょっといろんなこちら側のね、こちら側の問題です。こちら側の、はい、普通に運転できますけど、最後これのリプレイだよ。リプレイこれをね、リプレイさせてね、リプレイ比べたらさ分かるじゃんね。そうしよう、ちょっと待ってくださいね、ちょっと待ってくださいね。はい、ということでちょっとね、これでリプレイをまず PC から見る。 PC から見よう。うん、でもなんかちょっとPC かくついてねえかこれ。さすがにこのぐらいのリプレイになると、ちょっとなんかこうFPS が足りてないって感じは、まあ、しなくもないか。あーぶつかった。あーぶつかった。あーなるほどね。はい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 、これが PC ですわ。じゃあ次XBOX ちゃんのリプレイ。ああ綺麗だよね。いやカクつきがないんだよ。動きがほらなんかブラーみたいなのかかんないじゃん。だからなんかこうシャープなんだよね。結構動いてるものがシャープ、これはね全般的に感じるんだよ。だから XBOX 優秀なんだよ。ほら PC よりむしろ綺麗。ほら1台1台の車がさ結構はっきり見える感じがするじゃん。あこれは違い結構出てるよ。うんねえ、ほらいや1台1台の車が綺麗。はい、次ね PS5 やっていこう。 PS5 も、あ PS5 も綺麗やな。変わんねえな。あでもなんか流れてる車がちょっとブラーかかってる。動いてるものがさあ、でもこのくらいだと綺麗やな。結構早く流れるとなんかこうぼやけた感じ、車がどうなの。いやでもほらちょっとなんか流れてる車がぼやけてる感じがするじゃん。この辺は綺麗。どう。はい、もう一回 XBOX 流れてる車の感じね。変わんねえ。いやむしろこっちの方が汚いか。どうすか。でもなんかちょっと輪郭がシャープ。あーでも格付けはこっちの方がある。この映像ほら、あやっぱ全然じゃないけど、やっぱシャープだな。シャープだわ、間違いない。やっぱ俺の印象正しかったわ。いや XBOX でやってる映像を見るとどれもなんか全体的に言えるんだよね。 XBOX ちょっとシャープなんだよね。動いてるものが
シャープっていう感じ。 PC をちょっともう一回見よう。これ単独層になっちゃってるからね単独層これずるいよね。これ綺麗だよね。そりゃでもなんかちょっとカクつきが、あ、めっちゃカクついてる。カクついてるっていうか動いてるものがほらもう流れていく映像。いや違う違う違う、一番 PC が来たね一番 PC が来たねえ、マジで一番 PC が汚いんだけど、これどうし、どういうことえ、嘘でしょこれ。はい、やってきましたけどね、ちょっとこの画面で比べていこう。いやいや、1台だけ走んないんだけどわあ、まあでもこうつつけがたい、まあ、止まってる時はこうつつけがたいんだけど、動いてるもの、この横を通過する、あー、まあ1台だけ走ってるとやっぱ PC 綺麗。この流れてる感じ、まず PS5 見て、 PS5 この場面、この場面ほら、やっぱりちょっと、いやでもなんかカクついてる、微妙に分かんねえな。分かるのは一番 PC がまあだからこれエピックでやっちゃってるからっていうのはあるだろうな。だからこう流れとかそういうこう動いてる時のっていう感じじゃなく、やっぱ動いてる時のこう綺麗さっていうのはエピックだから、 PC の方ももうちょっと画質を落とさないとね、出ないっていうことになるんだろうな。でもまあこれ本当にどれもこうつつけがたいところまで来てるっていう、ことなんだろうな。同じゲームでもやっぱりコントローラーの違いでもちょっと印象が変わってくるし、やっぱりハンコンが正義っていうことはあるんだったなんかわかんないけど、フォースフィードバック付きのハンコンはまあ次ね、お金が貯まったらそこに行くっていうのがいいかなと思いますよ。例えば PS5 持ってる、 Xbox 持ってるってなったら、ゲーミング PC にもうここまで来ちゃってるからさ、まあどうしてもね PC ゲーでやりたいタイトルがあるんであればさ、まあもちろんその選択肢もあるんだけど、でもそうだね、やっぱりまずはコンシューマー機 PS5 か Xbox、 これはタイトルでね選ぶという感じになると思いますよ。タイトルでね、Xbox のホルツァ系がやりたいっていう人は Xbox、 グランツーリスもやりたいっていう人は PS5 を選ぶということがまず最初にありますと。でその後に、だからこれが綺麗かどうかっていうことを結論付けるんじゃなくて、まあ俺が言いたいのはね、どれもほとんど変わらないってことなんだよね。結果的によく見てどっちが優劣とか関係なく、まあどれももう明らかに劣ってるってことはないわけだから、まあ、そういう意味で、まあハンコン、コンシューマー機買ったら、どっちか買ったらハンコン買ってもらって、それで楽しんでもらうということだろうね。でどうしてもやりたいタイトルがあるんだったら、 Xbox 持ってる人は PS5 買ったり買わないか、そっち行かないか。でもグランツーリスモかな。そうなんだよね、グランツーリスモが PS5 でしかできないから、 PS5 買ってグランツーリスモやりましたっていう人は、次ゲーミング PC 買えば Xbox 買う必要ないんだよね、うん、なぜならフォルツァが、ね、ゲーミング PC でできちゃうから。で Xbox 買ったっていう人がね、グランツーリスモやりたいってなったら PS5 買うしかなくなって、さらにアイレーシングやりたいってなったらもうゲーミング PC 買うしかないっていうね、そういうことになっちゃうっていうことだからね。まああんまり言いたくないけど、そういう選択肢っていう話で言ったら、まあ、グランツーリスモがやりたいかどうかっていうところで変わってくるかなっていうね気はしますよ。はい、ということでやってきましたけど、いかがだったでしょうかね。まあ、案外こう PS5 のロード時間がすげえ早いな、グランツーリスモとか思ってたんだけど、なんか Xbox に比べてなんか PS5 が劣ってるっていうのがちょっと顕著だったなっていうイメージはちょっとね、このタイトルに関してはちょっとありましたね。そこはちょっとびっくりしたっていうことね。まあでも大したね、大したあれじゃないけどね。はい、ということでまたねこういうのやっていくんで、よかったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。いやなかなかね興味深い結果でした、自分でやってても。じゃあね、バイバイ。